ではここからちょっと続いての質問にまた参りますが、続いての質問がこちらなんです。エレンやりすぎて性格が荒くなっていませんかというのがこちらが、どなたからの質問かと言いますと、この方だと思いましたよだと思いましたよ、はい、いやこれね、みんな薄々分かってると思うんですけど、巨人の現場以外でカジ君に会っても普通のカジ君なんですよ。そうですよ、はいはい、だからね、あの謎解きゲームとかに一緒に行ったりとかして、はい、あのみんなで楽しくこう謎解きするじゃないですか、はいはいはい、でやっぱりこう行動力もあるし、いいやつだし、先輩に気使うし、後輩にもちゃんとねフォローできるしっていうところでは本当にちゃんとしてるんですよ。ただ巨人終わった後にじゃあちょっとご飯食べに行くなんつって行くじゃないですか。そうするともう完全にエレンがどうだったかっていうのが頭に残っちゃったまま喋るから、あいつとか急になんか荒い口調になって、いやなんかちょっと、いやなんかちょっと今日はあれですねちょっとなんか疲れましたねみたいな、そば食ってる時ですね。そうね、むちゃくちゃ荒々しいんですよ性格が。でカジ君どうしたと思うんですけど、いやなんかこの後エレン大変なことになってくるじゃないですか、俺どうなっちゃうか分かんないっすって言い始めていやそうなんですよ、もう神谷さんに対してどうなっちゃうのかなとかちょっとね、いやしかもまあでも兵長だから、だけどこの幼馴染の2人 に対してはなんか食べてて楽しいはずなのに、うるせえよとか言っちゃうんですよ急に言うんだよ。そうなんか本当ごめんねエレンだからね、みんなのこと大好きなんだよ俺は、うん、今も舞台裏だってもうエレンだったもん完全に。でもそれを言うなら違う、みんなが俺をエレンにさせるんだいやほらほら、なんかほらちょっとおかしいもの言動がほらほらほら、うん、王とか言うじゃん、ほら立ち上がった、ほらなんだあああおしろよ、ほんとにそんな感じだよエレン落ち着いて、しかもね裏でなんか出る直前にカジ君なんかね、なんかねすごいこと言ってて、だって俺本当は目立ちたくねえんだよ。そうですよ、急に情緒が不安定になってきて今から目立ちに行こうって人間がね人前に出て、俺いやいや目立ってんすよ本当は。いや本当、いやそうなんですよそうなの、いやあの違う違う、うん、これ言うと長くなるよ。いやそれはよくわかるよ、もうカジ君の言いたいことはもうとてもよくわかるよ、はい、そうあのメンタルっていうかあの、ね、根本的なところは似てるんだけれど、僕はスイッチのオンオフできるのよ、彼ができないそれ以上は下手なのずっとヒリヒリしてるんだから、もうだから今もなんかあのなんて言うんでしょうね、イライラしてイベント的にはいいんですよただ僕本人としては早く朗読に行けって言われてそういうなんかちょっと非常に俺じゃないやつの説明を言わせてくれカジ君いい感じ目立ってるよじゃあお疲れっす、はい、もう今後どうなっちゃうんだろうと思って、はい、エレンのメンタルが伸び移ったカジ君は、まだ怖いです。